日本映画の面白男伊丹十三があのスイートホームのファミコン化に成功したぞ。呪われた屋敷に閉じ込められてしまった5人のテレビ取材班、この5人を操作して一人でも多く脱出させるのが君の使命だ。さあ逃げろ、グズグズしていると屋敷に殺されてしまうぞ。暗闇に気をつけろ、邪悪なクリーチャーが君を待ち受けているぞ。みんなのことなんか知らないもん、僕は一人で逃げるんだもん、なんていうやつは真っ先に殺されてしまう。みんなで知恵を絞り、お互い助け合わねば脱出は不可能なのだ。僕がやられても君は逃げるんだぞ。さあ呪われた屋敷から君は脱出できるか。脱出した人数によって5つの感動的なエンディングが君を待っている。愛と恐怖の脱出アドベンチャー、スイートホームザ・ファミコン。心の力を私にください。心の力。